思いを馳せるそれはどこかふるさとを思う気持ちに似ています楽しかったあの日涙を浮かべたあの時そして大切な人の笑顔懐かしくも鮮やかな記憶は未来へ向けて歩む私たちの心の糧 昭和を紐解くたびに出かけましょう。サンスター、文化の泉。ラジオで語る昭和の話。この番組はサンスターの提供でお送りします。ご機嫌いかがですか宮崎良子です。石澤紀夫です。この時期。百。 などににおおお邪魔しまますすと、うん、お中元のお知らせって目に入ってて目入きますよね,すね、ええ、昔どうです<っ>この季節になるとよくテレビコマーシャルなんかでもねお中元あ<ー>あのいろんな形で放送されてたように思うんですよねそういえば、ええ、そうですね最近そういうコマーシャルであまり見なくなりました、ね、ストレートにお中元でどうっていうふうにはね、うん、なんなくなってきましたけどね、はいええ、まああの今はねコロナ禍で。 外出を控える人が増えているということがありましてね、各百貨店でもいろんな工夫を凝らしているようですよね。うん、あのちなみにですね、あの通路をね、はい、あのデパートの中の広めにとって、あーソーシャルディスタンスこんなふうに保ってますよってアピールしたり、うんえー、動画サイトの YouTube これを使って商品のこの魅力を紹介したり、<laughs> 今時ですね今時ですよね。さら<れ> <laughs>、うん、にはですね、インターネットのサイトに バーチャルの売り場をオープンさせてお客さんはその画面の中を自由に歩き回って気になった売り場に立ち寄るとそこの担当者が商品を説明するというそんな動画をね見ることができるというまあ時代ですねこれも。そうですね ああでもそれぞれ本当に今それをやらないとね、うん、なかなか昔はお中元の,<う>あのまあ売り場っていうか特設会場みたいなごちゃごちゃごちゃとみんなが押しかけてたんですけど、ね、それは今できませんしあ,あの今ご紹介したような新しいパターンはね、はい、私などにはとても追いついていかないものがあって。<laughs> うん、あのどうでしょう皆さんの中にもそういったデパートに行って、えー、お中元を商品を探すという方もいれば、うん、あの昔からね皆さんに感謝の気持ちを込めて送るのはこれに決めてるという方もいらっしししゃるでしょうしねあやっぱりあの、まあ、私も昭和の時代のお中元というともう親世代が出てきて、ねまあ、はっきり言ってま うん、全部覚えてるわけではないですけれどもうん、うん、まあいただいたものはあるし、えー、あ親がこういうものを送ってたなっていう、うん、まあいろんな思い出はあります,そうです、ね、お聞きの皆さんも、うん、それぞれ思い出をお持ちなのではないでしょうか。今回は「うん、古き良き昭和のお中元の話」というテーマでお送りいたします。うんうん、どうぞ最後までお付き合いいくださいサンスター文化の泉 ラジオで語る昭和の話宮崎芳子と石澤則夫がお送りしています今日は昭和のお中元の話と出してお送りしますはい、それではゲストをご紹介しましょう現代霊法研究所代表の岩下則子さんですどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたします、はい、ではまず岩下さんのプロフィールからご紹介してまいります岩下さんは 東京のご出身です。強立女子短期大学を卒業後、キッコーマンに入社。その後、全日本作法会の元会長、内田聡紀さん、小笠原流の三次世宗家小笠原清信さんの下でマナーを学び、昭和60年に現代霊法研究所を設立。企業、学校、商工会議所、公共団体などでマナーの指導、研修、講演を行い、

ということなんですけれども、うん、そのまあ、お中元に関するマナーもいろいろと教えていただきたいと思います。うんはい、よろしくお願いします。はい、で、早速ですけど、はい、岩下さん、そもそもね、この。はい、お中元というものの、この起源。はどこにあるんですか、はい。はい。もう古いんですけど、私たち日本人って一年に二回、ご先祖さんをお迎えしてるんですね。はい、で、一回は仏教と結びついて、お盆。はい、で、一回は神道と結びついて、お正月。うんうん、で。 お客様をお迎えする時ってお家を綺麗になさいますよねご先祖様をお迎えするんですから同じようにお家を綺麗に、うん、それが6月の末と12月にやってた<ー>今でも神社とかお寺は2回年にやってると思いますよす宮中も<ー>私たちは一貫にしてます, 2>, す、ね、2回やるといいですよね, <laughs> すね 1>, 1回だから大変 <laughs> あそうか、うん 生活の姿勢。そうあの夏の払いって言って、築く具合、あれも払い、はいはい、あれがそうなんです。そうなんです。きれお家をきれいにして、でそれをお客様を迎えするときにおもてなしをしますよね。ごちそう差し上げます。それがご先祖様にお供えした。ご先祖様がいらっしゃるから私たちが今いるわけですから、そのお供えがまあ親とか。 日頃お世話になっている感謝の気持ちなので、それが広がっていったのがお中元お歳暮っていうことです。もうなんだかとてもよくもこう本当に腑に落ちるというか、だからもう根付いてるわけですよね私たちの心のどこかなんですけどどうなんでしょうかね。あの最近ちょっと私のお中元と言いますとね私のイメージだと 例えば会社勤めの方が上司の方にお送りするとかなんかそういうイメージばかりでちょっと勘違いかもしれませんね期限を考えるとでもお世話になってる方ですからそれでいいんですよ会社勤めただ今会社はごご発動になってる会社多いですそうなんですかあ違いました元会社さん元会社員としてはあの明確にダメですということはなかったですねなかったですかそうですかそれはなぜかというとやっぱりその ほんの気持ちですからという言葉がありますよね、はい、ほんの気持ち、ええ、そういううい形ででやってたかからでしょうかねそれ一番大事で受け取る方もね,そ,ね、ええ、それが本当に大事差し上げる方も受け取る方も、うん、その気持ちでやり取りすることが大事なんですけど、うん、なんかイイにななってしまっそこですよねなんかあげないといけない、うんええ、そこがやっぱり人によっては会社によってはもうやめましょうねっていう。うん 確かにあの吉田さんおっしゃるようにそういうことが声高に言われた時ありましたよ。はい、そういういつの間にかまたそれを聞かなくなってきたというか、うんえー、それはあるんですけれども、ね、やっぱりあのそのをうを伺った、はい、その気持ち、うんうん、本当に自然な気持ちの動きが、ね、ある で、そしてそういうことを自然にできる時期がちゃんと設定されているっていうのは、ここがいいとこなんです思い出すんです。けどその人たちを。そうですよね。その時期がないと思い出さないで終わっちゃう。で、その時期なんですけれどもね、もうあの早い方だともう送っちゃいましたっていう方もこの時期だといらっしゃるかもしれませんけど、これはどうなんですか？基本的にがそう、7月1日から15日。で、関西の方は1カ月遅れで 8月1日から15日<ー>で沖縄は9本でまだなさってるですから9月ぐらいずっっと遅くなっているあ一応そうやって期日っってて決まってるんですかそうですねまあ地域地域によって<ー>それがないといなんかおかしくなりませんいやあの、うん、分かるんですけれども <laughs> なんかこの時期みたいなね <laughs> いやこう暴漠としたといいますかね <laughs> アバウトなあ感覚であそろそろ。<laughs> 50円決めた送ったみたいな話をねするんですけど決まってるんですね決まってないとだらだらだらと終わっちゃいますけど確かにその時期があるからその時期にお送りしようということで動くのかなじゃあ例えば東京の石田さんが大阪の方に送る場合はそちらに合わせた方が一番いいでしょうねそうなんですね。 ただ今関西の方も東京に近くななってきてきるような気がします、うん、あ,あでもあ決して忘れることはなくてなぜかと言えば<う>この時期になると <laughs> デパートだなんだかんだでね「<laughs> はい、さあ送りましょう」みたいなねお尻を叩かれますからえー、いうふうになるんですけれども <laughs> でそのお中元のやり取りがですね、はい、いつごろから盛んになったのか。 えー、歴史を紐解いていこうというわけなんですけれどもキーワードは「昭和とデパート」ということで贈答としてのお中元やお歳暮が本格的になったのは明治以降なんだそうですけれども全国的な規模で定着していったのはまさにこの昭和の時代特に昭和30年代から40年代のいわゆる高度経済成長期でデパートの存在は特に大きかったというわけですね。で当時としては洋州 大型のビール大型のビールっていいですね<ー>鮭の缶詰杉<ー>、ね、の箱に入った砂糖などが有効なんだか <laughs> ちょっと思い出しましたでまあ店内に大規模な専用コーナーが設けられましてねライバル店との商戦に勝つために従業員たちが出陣式を行って規制を上げるというこれやっぱりある時期ニュースで必ず出てきてましたありましたね,ね<ー>なんだかすごくいっぺんにその 映像がこうよみがえってきました A.A.O まさにあの吉田さんこう、はい、昭和の風習のですね。はい、典型的なあものかなというふうに思いますねそうですね本当ね、うん、面白いですよねでも杉の箱に入った砂糖ですよ今読み上げられたものみんな重たいものばっかりででも <laughs> すぐになんだかこう すぐに使えるというか、いただいて、絶対あのこれは必要、無駄ではない喜ぶものですよね。サラダオイルとかね。で子供の立場から言うとなんだみたいな。わかります。そんな印象がな残ってますけどね。もう今出てきたもの以外にもこの昭和の時代はこれだったっていうものって他にはどんなものが。 私は元食品会社なので申し上げるわけではないんですけどお醤油の詰め合わせって多かったように思うんです今ほとんどなくなりました悲しいやはりそれも頂いて絶対そうですよね無駄にならないものあんまり使わなくなりましたねお家でお醤油もそうですかね昔ほどは納豆にもついてますしみんなど そうですね確かに煮物とかあまりしなくなったからかしらねだと思いますよね残念ですあとね今思い出しましたけど重いものということでいうと石鹸もあってなきゃあけないんすそうそうでお二人のご夫婦のところには1個1,000円の送りましょうお子さんがいっぱいいらっしゃるところには1個100円の送りましょうとそういうようなことをなかんか 皆さんと話し合ったことを思い出しました今、石鹸も。ね、お高いのから。ね、いろいろ。相手に合わせて送る石鹸。いや、だから、それはやっぱり相手の家庭状況を鑑みて。何をお送りしたら喜ばれるかなという、そういう気持ちがベースにあるわけです。そうなん、それがないと送れない。そうですよね。自分の満足じゃなくて、相手がやっぱり喜んでいただけるの。ですものね。ね。 ちなみにですね、はい、昭和20年代の戦後までですね遡っていくと、えー、お中元でですねタバコを送っていた時代もあったんですね。という声が聞こえてきそうですけど <laughs> す、ねえー、不衛生で、うん、まずい闇タバコを一掃しましょうという <laughs> そんなフレーズが書かれたものもあったようでして。 今私たちの手元にはですね、そのポスターが。あ、これこれそうですか。あるんですけど、あの和服姿の美人がね、お中元にはタバコというコメントともに書かれてますけどね。こっくりですね。ですね。まあ昔はね、タバコ男の方みんな吸ってたってめちゃしますよね。ステータスみたいな感じですかね。そう方の方がそういうことですね。そうなんですね。相手のことじゃないんですけど、私ね。 重いものの話が出たついでなんですけど、うん、あの子供としてはですね、うん、食用油やビールよりも <laughs> ジュースありませんでしたで、ね、子供の頃って。 ううのあの濃縮ジュースの重い瓶がね、重くてもこれだけはた嬉しかったですね。そうなんですよ、<ー>やっぱり子供がいる家庭だからって送って。そうですよね、うん、優しい方ですよねす。本当そうですね <laughs> あ、どなただったんだろうな。かんないけど。岩下 <laughs>、うん、さんご自身はどうですか、はい、あのそういう送ったりいただいたりして、忘れられない。はい どうしようね世界のビールの詰め合わせ私、うん、ねービール聖人って呼ばれてる <laughs> なんですかそれすいませんビールがないと生きていけない<笑><笑>ちょっと最初の印象ですね <laughs> でも岩、ね、下さんがそういうビール聖人だって分かっている方にとってはもうこれしかないっていう、はいえーえーね、毎日違ういろんな国のビールが。<ー> <laughs> 楽しめてすごく感動しました私のことよく分かってくださってるなって毎シーズンその世界のビデオ届くんですかどうなればいいなと思っ次の時はもう違うのでしたそういうのって大事ですよね相手のすごい喜んでくれたま同じのでいいんですよねいやわかりますでもあの だからじゃああのいただいた方ももうあれが本当に嬉しかったと正直に何か言わないんです言ったつもりなんですけどもちょっと弱かったですねでも宮崎さんのおっしゃる本当そうだと思うもらって嬉しかったらそれを本当に本当に惜しかった毎年でもいいって勇気持ちいそうそう年のためとかねいやだから。 本体の送る側は、ええ、あの相手の方がまあどういう方なのか、はい、何がお好きなのか、はい、これをこうあの普段からちょっとこう調べておくというか、はいはい、そしてその方に会うであのまもしかしたらまだご存知ないかもしれないこういうものっていうのは、はいええ、こういろいろとこう探っていく情報収集力とかセンスとか問われるものですね。そ,そ,うんうん、そ,それがすごく大事だと思います。うん、普段の会話の中から、うん、この方何が好きかうん、うん、どういうものが。 例えばアルコール好きって言っても焼酎が好き日本酒はダメとかいろいろあるのでそういうことをやっぱり情報収集を会話の中からしておくっていうことはとても大切なことだな健康のこととかもねねそうです例えば岩下さんそのお中元のやりとりの中でまあお作法的にねこれだけ覚えておいた方がいいとかこれはやんない方がいいわよっていうようなことありますか そうですね例えば、うん、そうやんない方がいいっていうか「うん、あの体載はやめてほしいな」ああなんか「ギリで送る感謝の気持ちなのでああ本当にその感謝の気持ちを相手に伝えるのがお中元なので、うん、なんかやんないといけないかなとかなそういうんだったら、うん、それにあの長続きさせる感謝の気持ちですから一回限りはおかしい。うんうんで お仕事で例えば今日世話になりましたじゃあ久沢さんになんか送んなくちゃちょうど中元の時期だからいいやって送っちゃいけないんですよその時お礼というそれは別にしなきゃいけないんですねそうなんです一緒にしちゃうずっと送ってくるもんだと思っちゃいます思っちゃいますねなるほどそこはちゃんとやっぱりけじめをつけて 送らない。はい。これぶん大事なことを今伺っていますね。お礼はお礼。そうです。お中元というのはもう長くお付き合いしましょうというはい。これからもよろしくお願いします。ご指導お願いしますという気持ちですよね。いやとても重要なポイントですけどね。石澤さんも何かそういう長くよろしくお願いしますとこう送られたそういう。 思い出は終わりですか。送られたというよりは、私あの転勤族でしたので、はいえー、それぞれのお土地のね、銘柄、はいえー、物をすごい感謝の気持ちを込めて。例えばどんなものですか。うん、例えばね、まあ分かりやすいんですけど、うん、と私は鳥取山形、あそれからあとローカルで言うと札幌名古屋なんですけども、あの鳥取で二十世紀なし。ああ、惜しいで,、はい、で山形で言うと。<laughs> もうすぐに、ね、かすぐねねいまよそんなふうにして土地土地の,トチトチの、えー、名産をね、えー、本当に、まあ、その感謝の気持ちを込めて、ね、お送りするわけですけれどもうそういうふうにしてお送りすると、うん、やっぱりあの嬉しいありがとうというお便りもね,ねいたりなんかして,いてこれがやっぱりあの季節の節目のご挨拶かなというふうにこれやってきましたけど。 行動を起こさないと反応がないですもんね今日はもう大事なことがスパスパと迎え、うん、てきてますえそしてその昭和の時代と今とでこの吉田さん、はい、途中言の送る品にですね、はい、何かこう時代の色なんていうものはあるんでしょうかそうですね色というか、うん、あの昭和の時代と随分変わって調味料が昔は多かったのが、えー、今は あの何かその方がちょっとまあ高級なもの、うん、なんて言うんでしょう。ちょ普段使いじゃなくてちょっと心、うんうん、生活に豊かになるようなものを送られているのかなという感じがします。うんうんうん、その感じわかります。うん、普段自分では買わないんだけどもらったりものってありますよね。う <laughs> そうですそうい,い,い、えー、うものになるんでそうですよね。ねだからあこれは。<laughs> そういうふうに受け取っていただけるかどうかというのを、えー、やはりこう相手の立場に立って考える。これがすでにもお中元を送る準備。の段階になってるわけですね。そうで、その思いやりの心は脳を活性化するそうです、ねうん。お、<laughs> おそうなんですか。はい、うん。ことを相手の思いやり。そう、そう、そう。それは脳を活性化するらしいですよ。うん、ですから、お中元の時、いっぱい脳を活性化して、いく、うん、いいチャンスの時期なんだなと。 の活性化される。はい、ますます大切ですね。ちょっと金がかかるかなとそうですね。だ無理をしない長続きなので、そこですね。決して無理をあの身の丈にあってお付き合いをしていくっていうことが二千円でも一千円でもいいと思うんですよね。だから最初からバンと起きちゃうと続かなくなる。そうですよね。いや本当に。 最初からいい話がね <laughs> 忘れらてはいけないフレーズが続きますがここで一旦曲に参りましょうかお中元文化がまあ全国的に盛んになったという昭和40年代のヒット曲です平山美希さん真夏の出来事サンスター文化の泉ラジオで語る昭和の話この番組はサンスターの提供でお送りしています 今日のテーマは昭和のお中元の話ゲストには現代霊法研究所代表の岩下範子さんをお迎えしていますあのー、最近ではねこの仕事の仕方も昔と違って、はい、時間が来ればもう会社の関係はそこまで <laughs> ねえ、さらに、えー、在宅がコロナ禍で増えたりしてますでしょそう,で、ね、そうすると お中元などの,この付き合いをどうしたらいいんだっていうふうに悩む方も多いんじゃないかと思うんですけどね、はい、この辺は岩下さんどうう考えたらいいでしょうね、はい、やっぱりあのお中元っていうのは日頃お世話になっている感謝の気持ちを表すチャンスなんですね。ですからそこをあの相手に自分の気持ちを伝えるにはいい機会じゃないかなと思うんです。あとは まあ会社はそうですけどあとご無沙汰している方を思い出す、はいうん、昔お世話になってずっとでもあの忘れられない方、うんうん、そうなんだけどここを通じてもう一回心の近づきたい、うん、そういう時にはとってもいいあの送り物のチャンスの時期じゃないかなチャ,チャンスと考えるべきだと困ったなじゃなくてそうそう、うん、そうですそうですあ困ったなっていうと、うん ムラトンを嬉しくなりですね。喜んで伝わっちゃいますよねそうですそうですそう考えるとなんかすっきりしますはい、そうですねでそんな多くないはずなんですああ。ずっとお付き合いこの方とお付き合いさせていただきたいしなんか自分のいつも感謝の気持ちを伝え続けたいっていう方何人ぐらいいらっしゃいますああ 確か,確かにそう言われると何十人にはならないかなね,、うん、ね,ね多くて十何人かそうですねああ今日なんだか宇宙限に対してのそのなんか考え方ちょっといろいろ誤解があったなというか、ねうね、とってもあのお話を伺っててすっきりしましたあ,ありがとうございますますねこれ、ま、もうちょっとまだ悩みなんですけど、はい、こう宇宙限で 選ぶべき品物、まあ、選ぶべきはないんでしょうけれど例えば金額はちょっと気になりますよねなんかマナー的に目安っていうようなものはないんでしょうか、はい、今だとやっぱり3,000から5,000円ぐらいでもそれも5ミリだったら2,000円でもいいんですよね要するに最初高くして落とすということ最初低くして 自分に余裕ができたらもう少し高くしていくっていうのはいいんですけどうん、うん、ちょっとがっかりですよねうん、うん、最初バーンとしたものを送っていただいてあと <laughs> <ん>で何か気持ちが薄れちゃったのかしらって逆に何でしょうこう送り方のやってはいけない方法といいますかね、はい、送ると失礼になるものや。 やりがちな失敗でいうとどんなことがありましょうか。やっぱりお中元夏ですから見た目にも涼しく食べてなかこうあ涼しいなとかなんかあのお仕方わって思われるやっぱり夏らしいものになっていくのかなっていう気がいたしますね。夏おそうめんっていうのもありましたね。今もありますけど。あすあ多いですよね。多いですね。お高いですもんね。あそうなんですね。 高いけど子供の頃になんだそうめんかってそで,でその中でたまにこの冷麦なんかが入ってたりするとピンクの線が入ってたりとかあれで喜んでましたけどねかわいい <laughs>、はい、そんな時期もあったんですね <laughs>。素敵、えー、そうですか でも、その、まあ、あの、普段からお付き合いがあればですけれども、はい、なんとなく、やはり、その、はい、お互いに長く続いていくとさ。はい、例えば、健康状態とか、変わっていったりとか、はい、そうでする。そういう情報は、それとなく、はい。集めない。といそんですかね。です,ねですから、まあ、普段の会話の中からとか、うん、まあ、たまにお会いする相手でも。うん あの「おれないですか、うん、どうですか?うん」っていうようなことでお体のことちょっと聞いやこのごろ歯が悪くなっちゃってね」って言えばもう「焼き浜はダメとかね「硬いもの硬いおせんべいはダメだな、うん、やめた方がいいな」とか「ちょっと胃を悪くしてね」って言うんだったら、うん、またそれは何考えないといけないので、うん、やっぱりあの送る前にちょっとお聞きになってもいいかもしれませんねあ<ー>あのこんなものをお送りしたいと思ってるんですが。うんえーうん いかかがですって長く続いて親しい方だとそれは失礼にはならないね。なると思いますかいってその方がもらってね嬉しくないものよりも。先ほどではし下さんの話の中に出てきますけれどもやっぱりベースは気遣いですすねね相手に対るそれがあれば「あこれで良かったかしら」とかねいろいろとお考えになりますもんね。 その送るならですね、まあ食料品が一番まあ問題ないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、食品以外のものを送って失敗してしまうということについてちょっと考えてみようと思うんですが、<laughs> えー、ここでリスナーの皆さんにクイズです。<laughs> <ー>さあ宮崎さん、えー、ご一緒にお答えいただきたいと思います。はい、ますお中元に関するマナークイズです、えー。では第1問、3択問題です。 お中元に贈るものとして適当でないものは次のうちどれでしょう。<laughs> A ハンカチ、B 風鈴、C 千両花ンドル。いやだどうしよう,しょう。それそれぞれなんかそれぞれありそうですよね。理由がね。ねあ,あと二つはいいわけですか。一、はい、つだけが不適切。1> 1ね、そうですね。なんだろうな。なんかねイメージ的に、うん、C え。 線香たがが石塔ではない。冷えちゃうから寂しくないですか。先生のリアクションだと、これは不正解ですね。ごめん。お答えは。はい。A ですね。あの。ハンカチ。って。出勤。っていう。あの漢字で書くと。手の。布で。布ですね。はい。あれ。てれ。てれ。それ。縁を切る。そう。そう。それでハンカチは。 昔から贈り物の中では、って言うんですけど、多いですよね。多いですよね。はい、多いです。タオルハンカチ。そうそうそう。うまあ、そこはちょっとマナー違反するときは、というふうに伺っておりますが。お暑い中、ぜひお使いいただきたい。ちょっとなんか。一言。一言。マナー違反するときは、先手必勝。なるほどね。 今挙げたハンカチ風鈴、線香花火の中ではハンカチがちょっと考えた方がいいんだけれども一言あれば大丈夫です。そうですね。はい。先行花火っておいくらぐらいだと思います？すごく高いんですね。そうです。キリの箱に入っそうそうそう。それ何千円とか一万？一万そんなにしますか？子供が遊ぶ線香花火じゃないんですか？いやそれでしょう？いやそうですけどもうもう火薬が違う和紙が違う。 職人さんのね。手作りのもの。お高いんです。手がこんなちゃお高い。近所のおばさんですよ。その。お願いします。花火は大丈夫なんですね。はい。では、もう一問行ってみましょう。お中元のマナークイズ第二問。今度はですね。丸る問題です。いきますよ。相手が喪中だった時に。お中元を送って良いのかどうか。丸かばつかで。答えください。宮崎さん。 だけどでどう迷いますけれどもただあの今までのお世話になった気持ちをお届けするっていうことだったら送っても良いのではないでしょうかまるさすお素晴らしいいいですねはいこの時期に感謝の気持ちを表す時期なのでこの時期逃すとあれなのでいいんですよもう持ちでただはい持ち ただ相手の気持ちをおもんぱかれば「うんまあのし」を取るとかね水引きはいいんですけど<ー>赤白の、はい、ちょっとのしは、まあうん、仏教徒さんだったら精進なので、うんうん、のしだけ取って水引きだけ結んででもいいと思いますもう印刷しちゃってるので今ですからまああの心の中をおもんぱかりながら何か、はい。 ごのご挨拶な言葉をお書きになればあ、はいね、ええかえって何もないよりは気が紛れるかな、うんうん、なるほどねいや知らないことばかりそうですね,ね、うん、でも大事なことをね、うん、いろいろ伺いました、はい、いやあのまあこういうこともなくはないあの あれ思いもよらない方からお中元いただいてしまった <laughs>、うん、あとまあありがたいんですけれどもじゃあお返しどうしたらいいかですとかそのいただいたものに対してのいくらぐらいのものを選べばいいかとか、はい、ちょっと伺いにくいけど、うん、<laughs> ぜひ聞きたいんですが。お中元ってお礼なんです日頃の感謝のお礼なので、はい、お礼のお礼ってあります ということは。おかしいですよね。いいかえもちろんですあ。そうなんですか。そんなことしたらだって、相手がショックですよ。えー、感謝の気持ち、お礼をお送りしてるのに、また送ってきたら。えー、なんか、こちらの気持ちを受け取ってもらえなかったってなりません。いや、でも。<laughs> だめ<れ>。結構やっちゃってます。いや、だめじゃなくて。だめ、えー、じゃなくて。結構やっちゃってますね。それだったら、お誕生日とか、なんか、そういう別の子、うん、あれで。 なさったら。だからこの思いもよらない方から、いただくっていうのは。宇宙げじゃなくて、そのお礼だという、まずそこですね。まあ、お礼でしょうかね。はいはい。まあ、お中元自体がお礼なのではでい、でも、その方と、じゃ、これを機に、これから私もずっとお付き合いしたいです。いいですよ。それだったらいいです。どうぞ、どうぞ。一回きりだと。はい、お礼にして。なんでも、何にせよ、あの。 あ,のありがとうございましたとあのお礼状を3日以内に。三日以内ですよいやこれ先人たちすごいですよね3、うん、日以内って決めたところが、うん、人間ってやっぱ忘れちゃいますもんね。うん、確かにで一画したった頃お礼状来てもあら、うん、何の、うん、<laughs> あれだったかしらって。うん、忘れてたなね。<laughs> <laughs> ねえー あとこれはどうですかう本当に大事な方これからも長くお付き合いしたい方お中元を送るのをすっかり忘れてしまって時期を逃してしまったっていう場合はどうすればいいんでしょうか8月7日まででしたら初中お見舞いでも目上の方なのでお見舞い見舞いっていうのは自分が優位に立たないとできないので初中か伺いとして使います。私中お見舞いだだめめどううしよ あ,あ,あダメダメってことないんですけれどもお伺いです,、ね、いですやっぱり見舞う方が上になっちゃいます<ー> <laughs> うわどうしようこれから改めます、ね、<laughs> でもまあ8月の7日 7, 7日からは残書お伺いそれでも逃し合ったっていう時は残書 おこまで逃すのはちょっと。そうですね。ぜひぜひ。そうですね。こまで逃すのはちょっとってありますから、まずはその初中お伺い、立秋、八月七日までということですね。勉強になります。はい。ちょっとしみじみ理解するために、結局音楽を聞きましょう。千九百六十年、昭和三十五年の洋楽の大ヒットナンバーですね。 よく聞きましたパーシーフェイスオーケストラ <laughs> 夏の日の恋パーシーフェイスオーケストラの演奏で夏の日の恋でしたなんだか懐かしい曲でしたね, <laughs> ねやっぱりこういう曲を聴くとほっとするというのは年 <laughs> でしょうか次第ですね <laughs>、はい、あのさっきもちょっとお話出たんですけれどもあ、うん、あのまあ、いただいたりするときに、はいその お礼状って言いますかね。やっぱりこれあのご挨拶はしなくちゃいけない。まあしたくなりますよね。あのでもその昭和の頃は一筆したためてだったのが今はもうメールですとかラインですとかすぐに返せますし、でもこういうものって失礼には当たらないのかな。いいと思いますよ。つきましたで出しておいてその後お手紙出せばもう完璧じゃないですか。 やそれは書いた方がより丁寧かなあのはがき」って葉っぱに書く着物の切れ端に書くでメモ書きなんですね。名の方には失って言われてるんですが「はがきにて失礼します」一言書けばいいと思いますよ出さないよりは出した方が。 いやそうなんですよ目上の方には「はがきは失礼」って言うと何かこういっぱい書かなきゃいけなくなってちょっと遅れちゃうっていうかえって失礼をしちゃうそしカードどうですかカカードカードドだったらカードだったら統合も結語もいらないし「ね、この度美おいしいものありがとうございます」ちょっと感想、ね、で封筒に入れておるので。うんうんはい そうか、が、統合統結と考えちゃうんですよね、<laughs> あれもね、なんだかね。カードというやり方があるはず、ね。そうですね。うん、あの、はがき、葉っぱに書くじゃないの。はい。それはちょっと失礼を免れるかなと思います。<laughs> うんうんまあ、でも、そういったさまざまな、あの。まあ、まあ、心の、お、現れが、例だと思うんですけども。うんはい、の、お礼のやり取りとかもね、この、メールとか、ラインとか。はい ああいうのがもう、とにこう世の中中に溢れているわけで。はいうん、まあ時代も変化してきているわけですけどもね。はい、ええー、こういう状況については、岩下さん、どんなふうに見てらっしゃいますか。え、あの、心のキャッチボールがより早くできるようになってきてるのかな、うんうん、メールとかラインで。でも、そこのやり取りをした後で、うんうん、やっぱりもうお礼はに書いて言いません。 いますよね <laughs> 今。顔見合わせて。なんか今、あ、だって例えば、<laughs> うん、今日ご馳走になったら、あ、久さんありがとうございましたって言いますよね。はい、で。明日、お会いした時、あ、昨日あり、二回ぐらいおっしゃらないですか。いや、普通にそうやってるとは思う。んですけどすただ、今の、ね、今の。若い方は。一回もないですね。えー、<laughs> 意外とこれは。<laughs> うん。来るのかなと思ってたら白アンカしてて普通に仕事に入っちゃうみたいな。あっないいね。そうですね。せっかくいいきっかけを。ねそうそうそう。だからそのお礼は二回のうちの一回がメールでやって。でもそれはいいと思います私。つきましたありがとうございますで感想ね。はい。どんな風に使ったとかどんな風に美味しく。 家族はどんな目を輝かせて食べてましたとかなんかそういうね、うん、ことを伝えたら喜私だったら嬉しい。うん、いやいやそれはそうですよね<お>送った甲斐があるうというものですよね。 いや、今日はあのその昭和のお中元文化ということで、まあ振り返ってみたんですけれども、うんはい、でもあのこれからも受け継ぎたいことがたくさんあるんだなということに気づかされました。嬉、はいはい、しいです。そのお礼の話もそうですし、はい、長くお付き合いしようとする。その気持ち伝える手段としてのお中元って。はい 続いていきますね。これからもあ。あなたを大切にしてますという心の表現なんですよね。えー、どうでもいい人だったら。送ったりしないと思うので、<laughs> うんうん、やっぱり基本的には人間関係は大切にすれば。大切にされるようになるんじゃないかなと思ってます。うんうんうん、なんか今日はそのお中元っていうことをテーマにね、伺いましたけど。岩下さんの話を伺ってると。 やっぱりベースは相手に対する思いやりをどう持ち続けていけるかということですね、はい、ありがとうございますもう素晴らしい私が思っていることを教えていたて <laughs> 感謝しますいどうぞ吉田さんからもう一回言ってください <laughs> <laughs> 素晴らしいありがとうございます、うん 心のやりり心のキャッチボールなんですよね思いやりのキャッチボールをお中元品物を通じてしてるだけのことで元はハートだとこの時期なかなか時間にお目にかかれない時期なおさら大切かもしれそうですね。人の距離を取らないといけない時だからこそやっぱり自分から働きかけるっていうこと大切ですよね。 改めて大事なことを気づかせていただきました。ね、ありがとうございました。ここちらそでは最後に岩下さんのリクエストにお答えしたいと思いますが、はい。どんな曲をかけましょうか。夏の思い出で、夏が来れば思い、<ー>お中元ですから。うん、夏が来ると多分思い出すのはあの人この人の顔ですよね。はい、<で>そうですありがたい大切な思い出ですもんね。<laughs> はい、はい。ではあのお聴きいただきましょう。今日は安田さちこさんの歌声です。夏の思い出。 今日はお中元の話でしたけどね<何>お世話も、はい、基本的には同じ考え方と考えていいんですか同じです感謝の気持ちを表して一年間お世話になりました本当にありがとうございましたお中元はまあ半年の感謝の気持ち、はい、お世話は一年間の感謝、はい、というふうに思っていただければ、うんうん、さらに 思いを倍にしてた。いえいえ、そこはもうそんな無理なさらない。<laughs> うん、あのですから、ちょっとお中元よりも少し多めにっていう方もいらっしゃいます。でもね、それはいいと思います。そんなことをすると長続きしません。うんうん、自分の分、そ,ね、そうそう、身の丈にあったお付き合いを大事にしていただき。たいこれ大事です。身の丈にあったという。ね、いや、あの、こんなことを伺ってはなんなんですけれども。はい、あの。 岩下さんが先生が何かこうはい,い、ね、<laughs> これを送ってらっしゃるとかおすすめですとか、はい、実際にはど何かございませんか、はい、私あの真似したいなと思って、はい、いや私はまあの美味しいって、うん、本当においしいって言われたものはもう同じものを送りますああそれ向こうが楽しみにしてくださっているので本それは確かめますよあそうですかだって向こうから注文が来るんですよああ<ー>またあれちょうだい でそういう、うん、やっぱり、うん、学校の先生とかですけど、うん、恩師とかですけどそうやっておっしゃってくださるとありがたいもう考えなくていいし、うん、でももう毎年おい美味しいものが来るっていうのは 楽しみっておっしゃってますうもう夏が来ればい <laughs> <う> <laughs> 思い出すいい関係が続いてらっしゃるってことですよね初の思い出というのはお中元の歌だとす <laughs> <laughs> ごく素敵な歌ですそうですねすみません <laughs> いやいやラジオで語る昭和の話今夜は昭和のお中元の話と題して現代霊法研究所代表の岩下紀子さんにお話を伺いました ではここで岩下さんに番組からプレゼントがございますお口の健康から全身の健康を考えるサンスターよりガムウェルプラスのオーラルケアセットを差し上げます健やかな体でこれからも元気に充実した毎日をお過ごしいただくためにぜひお試しくださいこちらでございますすごい嬉しいありがとうございます <laughs>、はい、あの私サンスターさんの技白使ってますお

サンスターちょっと気になる健康の話お医者さんに行くほどではないけれどちょっと聞きたい健康の悩みそんなお悩みをリスナーの皆さんからお寄せいただき専門家の皆さんに伺うコーナーです6月の担当は京都大学名誉教授でサンスター財団の評議員でもあります川村隆先生です疫学予防医学がご専門です川村先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします で今月はですね新型コロナウイルスを取り上げていますでは宮崎さん今日のお悩みご紹介くださいはい群馬県前橋市のラジオネーム太郎母さんからメールをいただきました太郎、うん、母さんありがとうございます先日ようやく新型コロナウイルスワクチン接種の予約が取れました<ー>接種後はどのように過ごせばよいでしょうかう、えー、先生そもそもですねこのワクチン どういうういものなんでしょうか、えー、新型コロナウイルスに対する新しいワクチンは抗原を作れという信号を運ぶウイルスのメッセンジャー RNA というものを摂取するもので、はい、毒性を弱めたり活性をなくしたウイルスそのものを摂取する今までのワクチンとはメカニズムが異なりますーれています また、万一感染しても重症化も抑えられますし、変異株にもある程度有効です。今までのワクチンとは違う仕組み、でも効果は絶大ということですね、はい。日本では他の東アジア諸国と並んで、もともと感染する人が少なくて、昨年4月からの1年間で国民の0.4%程度にとどまっています。 大部分の人が遺伝的に備わっている自然の免疫のために感染しないんですけれども感染すると重症化する人もまれではないですし無症状でも人に感染させてしまう場合もあるのでワクチン接種によって本人人もも周りのの安心できます、うん、でこのワクチンを打つとですねどれくらいでその効果というものは2回打つことになってますが1回目を接種してから2週間ぐらいで効果が出てきます。ええうん えただ、ですね免疫が続く期間や健康への長期の影響といったものはまだ分かっていませんし、うん、これから夏に向かってウイルスは元気がなくなるので予約がまだ取れてないという方も接種を急ぐ必要はなくて次の流行が始まるまでに打てばいいでしょうね、うん、でこのタロハハさんのご質問のようにですね接種したあとどんな点に気をつけたらいいんですか。まあ、接種したた日とか翌日あたりか翌ありら 注射した部分が腫れてきたり傷んだりあるいは熱が出たりしますけれども大体数日で治ります、うん、注射したところは触ったり揉んだりしないでくださいねそれから一足先に接種を受けた医療従事者の調査によると全身の強い倦怠感が1回目で2、3割2回目は6割余りの人に出ます、うん、特に若い人の方が年配の方より少女が強いようですですから 接種した翌日は仕事を休めるように日程を調整するのが良いかもしれません。でこの、まあ、ワクチンを打って抗体ができたらもうマスクもしなくていいって期待している方大勢いらっしゃると思うんですけれども、うん、そううう、ね、うなんでしょうか。変異型が出てきてワクチンの効きが悪くなる可能性もありますが、まあ、そういう意味で手洗いもマスクもです、ね、しばらくは続けた方が良いんじゃないかと思います。 まあ、ワクチンを打っても、基本の操作は忘れないようにということですね。はい。はい。河村先生、一ヶ月間ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。太郎母さん、いかがでしたか。まよく体調を整えて、ワクチン打ってくださいね。うん、今日のお話は、番組ホームページでもご紹介しています。また、関連する情報については、健康でいいよ、サンスターで検索してください。 専門家にちょっと健康の悩みを聞いてほしいという方は、番組まで質問をお寄せください。採用させていただいた方には記念品を差し上げます。サンスター、ちょっと気になる健康の話でした。 お別れの時間が近づいてまいりました今日は昭和のお中元の話と題してお送りしましたいや目から鱗ずいぶんありましたありましたね、うん、まあ昭和の懐かしいところもありましたけれども今も変わらない根っこのところがね、うんはい、あの相手を思いやる気持ち、はい、長くその関係をうん、うん、いい関係を続けていこうという気持ち、うん、それが大事だってことが今日分かってそうです、ね、あ本当によかったです、うん また話の仕方もねねそうですすごく素敵本当に岩下さんはかんで含めるように即座に否定せずにそういう考え方もあるでしょうけど違うのよというやっぱり知らないことを知らないまんまにしておくんではなくてきちっと確認するという態度も必要だなと改めて思いました。さあ来週は 懐かしの昭和歌謡遠藤実編ということなんですね <laughs> 遠藤実さんも数限りない名曲を生み出してこられた方ですよね,すよね高校三年生とか若い二人とかね <laughs> 千政さんの北国の春とかねまさに昭和のね,ね、はい、名曲だらけですお楽しみに、ね、さてこの番組の、えー、ホームページインスタグラムツイッターそしてフェイスブックでも いろいろな情報を発信しておりますスタジオ収録中の写真などぜひご覧くださいツイッターではハッシュタグ昭和の話でぜひ感想などつぶやいてくださいまた YouTube でも番組をお聞きいただくことができますラジオで語る昭和の話で検索してぜひチェックしてくださいラジオで語る昭和の話お相手は宮崎よ子と石澤則夫でした